到着でございますな。この先にあるのかな。到着です。これがトルコ記念館。これが慰霊碑です。昭和天皇も行幸でここに来られたそうです。暖かいわけですよ。灯台です。カシノザキ灯台、日本最初の石造り灯台というふうに言われてるそうです。すごい花の匂いがすごく気持ちがいい。穏やかな天気だ。風が本当ないな今日は。いや気持ちいい。花の香りがすごくするんだよな。すげえよ。実は映画を見てここ来たかったんです。すごい気にはなってたので、これって実際に見れてよかったなと。ある意味今日は聖地巡礼をしたということですね。日本トルコ友好マークステッカーを買いました。これカブちゃんに貼ろう。いやーなるほどな、こういうとこだったんだな。なんか実際にね、遭難の場所とかもはっきりと分かってますし、ああこういうとこだったんだっていうね。まあ田舎ですよね、本当に田舎で。いやー本当ね大変だったろうなと思いますよ。そのもちろん遭難された方も大変でしょうし、でも助けた方たちも結構大変でしたでしょうね。でもこれがね、本当にイラン・イラク戦争でのトルコが日本人を助けてくれた原因というかね、きっかけにもなったわけですからね。いやー素晴らしいな。なんか今日はそういう場所に来たなと、そういう場所に来たかったんですね、訪れてみたかったんです。よかったです。これ今リザーブタンクだな。よいしょ、はい、よしリザーブタンクに切り替えたよ。よしよしよし。そうそうガソリン入れるの忘れてました。今日はねガソリン入れなきゃなと思いながら出発したんですよ。はい抜いて、はい抜いてステッカーも、発売準備中でございます、続報をお待ちください。原付二種教下部衆という宗教団体を設立いたします。もうとにかくまずはグッズかなということで、まあ、通信販売をねしようと思っておりますので、欲しいって方はぜひフォローして、続報をお待ちください。また詳細はね、Twitter なり、まあ、この YouTube でも、告知いたしますので、その折はぜひご購入いただけるとありがたいです。ガソリンを入れます。ガソリン、よいしょっと、じゃあ給油終了。さあさあもう一盛り上がりしたいね。どっかフォトジェニックな場所で、フォトセッションしたいですね。お、1キロ先に道の駅がありますね。そこへ行きましょう。なんか1日超えてね、まあ1日というか今日は半日ですけども、カブちゃんの上でこういろんな風景を見て過ごすっていうのはなんとも贅沢な時間だなと思いますよね。あ、これかな、これ道の駅。あ、道の駅です。道の駅寄りましょう。はい、今日はここまでかな。はい、今日のね進撃はこの辺までと、イメージしております。わー綺麗だね、すごいね、これはすごい。わーこれはすごい、これはすごいな。石がすげえ、石岩か、岩だな。
並んでますね。モアイ像みたい、すごいな。あ、これぞまさに、フォトセッション開始ですね。はい、じゃあ開始。さあ、まあね、もう4時半ですから日がね落ちます。日が暮れる前にこのカブちゃんを積み込みたい。というかそれは今日無理かな、ちょっと時間的に無理かもしれませんけどもね。帰る方向に行こうかなと。わあ、びっくりした。ランデブーです、ランデブーです。あ、2両編成だ。あら、まあ、びっくりした。でもなんかランデブーできて嬉しい。今日ね、午前中はまあ言っても雨で動けなかったので、あれなんていうのかな、まあドライブインみたいな、まあカフェですよね、カフェに寄ってまあ朝ごはん食べようかなと思って食べてたんですけども、そこがなんか駅を、多分駅舎を改装してカフェにしてるようなところで、すごいこじんまりとしててね、非常に良かったんですよ。趣深くてね、ゆっくりね食べさせてもらいましたけどね、ホットケーキとコーヒーをいただきました。いや、窓からは海が見えるしね、すごくファンタジックな場所でしたよ。なんかこじんまり感も良くてね、ふっとこう入ったお店がなんかいい雰囲気だとちょっと得した気分になりますよね。嬉しいというか得した気分。いやー、夕暮れですから、もうルパン三世その2ですね。チャーリー・コーセーさんのあの歌を脳内再生しながら走りましょうか。うわー、すごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗だよこの紫の空、すごいなー。いい時間を走っております、いい時間を走っております。わー、すごいな、これはすごい、これは美しい。いやー、すごいな、めちゃくちゃ綺麗だな。いやー、美しい、本当に水平線に沈んでいく太陽だ。日が落ちる、太陽が落ちていく。いやー、美しい。もうあと2、3分であの太陽は沈むでしょうね。すごいな、水平線に沈む太陽なんて初めて見たかもしれない。太平洋だな、すごいな。またそんな中をね、こうやって走れるっていうのがすごくね、なんでしょう、充実感が、今日一日の充実感、満足感がすごいですね、半端ないですね。いやー、よかった、なんか今日来てよかった。はい、というわけで、本日はここまでです。もしよかったら、チャンネル登録してください。コメントも高評価もお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ソイジマックスでございました。またお会いしましょう。バイバーイ。